はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。タウンホール14のアタックですね。見ていきましょう。私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦系の解説動画中心にやっております。皆さんが対戦でですね、星さんが取れなくて悩んでるなんてことがあった場合には、ぜひ、お役に立ちたいというふうに思ってますので、ぜひこの動画も最後までご覧いただきましていいなと思ったら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、本日見ていきたいのは、復活の茜式なんていう風にちょっと言っちゃいましたけども、まあ別に復活っていうほど使われてない戦術じゃなかったかもしれないですね。でも、やっぱりですね、若干使われなくなった感はあるなと思うんですよ。なんでかっていうと、突撃艦スパビーズが出てきたからですね。これによって、割と茜式が使われにくくなったっていうのはあると思うんですけど、これですね、今回、クローンの呪文が強化されたことによって、まあ、出てくるバルーンが1体増えたのかな、多分。ちょこっと増えたんですね。で、まあ、そのちょこっとっていうのも、まあ、あるし、あと、やっぱりですね、援軍をどういう風に読むかっていうことを考えた場合に、結構ですね、茜式も捨て、がたいなという風なのをちょっとね、思ったんで、まあ、そこに関して今回話をしていきたいと思います。で、ですね、茜式そもそも何って人がいるかもしれないで話をしておくと、突撃艦の中に、ライドラとバルーンを入れておいて、ドーンと当てますよね。で、破壊させるところにレイジとクローンを、両方ともこう落としていって、で、クローンによってバルーンをボーンと増やして、レイジに乗っけてドーンと周りを潰していくっていう、まあ、やり方ですね。で、それによって今見てもらってわかる通り、ここまで全てですね、こういう風に、これ全部、今の、突撃艦、ライドラバルーンで潰したところ、さらに腰の投石なんかでもこうダメージが入ってるじゃないですか。ライトニングドラゴンのチェーンが入ってるってことですね。で、こんな風に、壊していくパターンですね。で、これのいいところは何かっていうと、一つは、これに区画が破壊できるっていうこと。これをすることによって、今ドラゴンたちがこう、すんごい狭いところをこう、進行できてますよね。外周にキングとクイーンを出しているので、キングクイーンもカットをしてくれることによって、ドラゴンたちがここのね、すごい狭いところをこういう風に歩いて、行ってくれてます。まあ、こんな風に、ドラゴンたちを出すための、まあ、序盤のサイドカットの意味合い、プラス、その、茜式をするところら辺に、対空砲とかがあった場合には、もうそれを一気に破壊してくれますので、後々のドラゴンの天敵になる防衛が減るということなんですね。まあ、その辺っていうのが、この、突撃艦、ライドラバルーン、まあ、通称茜式の、利点なんですけども、まあ、今そのスパウィズが出てきた環境下でこれをやる、まあ、もう一個のメリットっていうのはですね、まあ、クローンの呪文によってバルーンが一個増えるっていうのもありますし、さらには、ドラゴンと組み合わせる場合ってラバハウンド釣らないんですね。結構それもでかいです。突撃艦スパビズを使うと、ラバハウンドを釣っちゃうことがあるんですけど、で、釣って壊せないっていう場合もあったりしますよね。あと、アイスゴーレム。これも釣らないんですね。なんで、まあ、よくですね、事故っちゃうパターンっていうのがいくつかあるんですよ。スパビズやって、アイスゴーレムが出てきちゃって、思いっきり、アイゴレに捕まった、スパビズが何の仕事もせずに、インビジの呪文ばっかりで消化させられるってパターンですね。があったりするんですが、そういうケースにならないってことですね、これ。それがまず一個、大きなポイントです。で、二つ目の大きなポイントとしては、やっぱりですね、区画の破壊力がすごく大きいんですね。こういうところにやっぱり今言っちゃったけども、巨爆があったりとかすると、スパビスとかって結構怖いじゃないですか。わ、そこに巨爆あったらどうしよう、ちょっとまずいんだよなとか思ったりしますよね。なんだけども、基本的にはこの、ね、茜式の場合っていうのは、まあ、黒爆弾があろうが赤爆弾があろうが、トルネードトラップさえなければなんとかなるんですね、基本は。なので、そういう点において結構いいです。美味しいので、確実性がよりスパウィズよりも高いという点において、初見なんかでは割と向いてる可能性があるかなっていう風なのがありますね。はい。まあ、この2つがやっぱり利点として大きいかなと思います。まあ、一方でデメリットもあるんですね。まあそれをいくつかこれからちょっと話していこうと思うんですが、まず、こういうところですね。エアスイーパーが向いていると茜式絶対使えないんで、これはもう超重要。エアスイーパーが向いてないところに、突撃艦を投げていくのが重要ですね。で、最近ね、エアスイーパーが茜式に対する警戒が弱いんで、結構ね、そういう村は多いと思います。で、今これ投石機の真上に落としてきましたが、はい、これ。
注目です。アーチャークイーンをライドラのレイジの一発じゃ落とせないんですね。これすんごい大きなポイントです。あのね、これがやっぱり今までがターンホール10いくつだろうな、12くらいまでかな、はライドラの一撃で、ね、落とせたんですよ。だったり、まあ、突撃化の落下ダメージを与えれば落とせたんですけども、13から突撃化の落下ダメージが入ってない場合には、アーチャークイーンが落とせなくなっちゃったっていうのがあるのと、で、ですね、さらにこのタウンホールに向けて、突撃艦を、撃っていった、あと突撃艦、ライドラバルーンを撃っていった場合っていうのは、ちょっとまた話が変わってきちゃうんですね。タウンホールはね、さすがに効率が悪いです。っていうのは、バルーンがタウンホールに対してアプローチしてくれて、まあ、赤二式でタウンホールが落とせたとしますよね。落とせたとしても、結局タウンホールの爆破ダメージによって、バルーンたちが全部そこで起こっちゃうんで、広範囲に、カットをするっていう、さっき言ったこの部分を赤根式でカットしましたね。こういう風なカットができてるからこそ ドラゴンこの序盤ですね、こう束になって進行できるわけですよ。ここね、狭い範囲をこの効果が得られにくくなっちゃうという点においては、タウンホールに赤根式を当てるのはあんまり美味しくはないですね。なのでタウンホールがないところに当てていく。で、あとエアスイーパーの影響も受けちゃうんで、このエアスイーパーが向いてる場合にはフリーズで止めてやるなんてことは考えない方がいいですね。もうそもそもそこには赤錦使えないと思って割り切った方がいいと思います。フリーズの呪文2枚とか使わないとエアスイーパー止めきれないんで、もったいないですね。それをするんだったらもう突撃艦スパビューズに切り替えた方がいいかなというふうに思うし、なんなら別の攻め方を模索してもらった方がいいと思います。なんですけども、エアスイーパーが向いてない、かつエアスイーパーが向いてないところにおいては、巨大爆弾とか、そういう対地トラップの影響を、全然スパビーと違って当然受けないし、対空トラップにおいても赤爆弾だったり、黒爆弾っていうのは、この突撃艦、ライドラバルーンですね、やる上ではそんな脅威ではないので、普通にいけちゃうということですね。なんで使い分けにはなるかと思うんですが、まあ、今言ったようなその条件に当てはめたときに、まあ、照らし合わせたときに、スパビズと、この、突撃艦ライドラバルーン、どっちの方が効率的かなというのを考えてもらって、使い分けるとですね、結構ドラゴンの攻め方を特にする場合なんかは、めちゃくちゃ、でかいと思います。ラバーハウンドとかアイスゴールドとかも釣らないんでね、援軍が出てこないですから、まあ、その点において結構これは使います。で、一方でですね、突ミスのパターンっていうのもちょっと見てみたいというふうに思うんですけども、ですね、こっちかな、どれだ、すいません、よいしょ。ミダゴグさんのアタックみたいですね。これかな。はい。で、一個はですね、この突撃艦に、スーパーウィザードを入れて、ライトに、レイジーインビジで、一気に破壊していくパターンですね。この投石機のところに落としていきながら、インビジレイジ中からスパビズ出す。これがさっきですね、言った、比較対象に挙げた、スパビズを入れるパターンですね。これを結構ね、赤根式の代わりに使ってる人も今多いんじゃないかなというふうに思います。で、こいつを使うと当然ながら中から出てきたこういう小粒な援軍ですね。相手のストライカーとか、スーパーガンオイルとか、そういう援軍に対しては、スパビズが全部処理してくれちゃうんで、もう序盤ですごくアドバンテージが取れるんですね。なんですけども、一方でさっき言ったように、ここに巨爆弾艦があったりすると、だいぶこうね、バラバラと、やられていってしまうっていう、まあ、デメリットがあるのが一個と、あともう一個はですね、テクニックがいるんですね、単純に。落としたところに、レイジー、クローン、ポンポンと打つだけじゃ済まないので、インビジの呪文をこうね、タイミング測ってやっていかなきゃいけない。しかも、今、ミナゴグさんが落としたここのところっていうのは、結構ですね、スーパーウィザードがあっちこっちにこう、歩いていきがちなところですよね。その歩き方というかを見ながらちゃんとインビジを落とさないと、スーパーウィザードがやられちゃうので、結構そういう意味では、難しさがありますね。でもまあそこはミダゴグさんですね。もう、突撃艦スパビス慣れてるんで、結構ですね、的確に落としていって、相手の防衛援軍から、なんだ、投石機から、だいぶ壊してドラゴンのルートを作ってきましたね。これすごくうまいです。で、援軍がやっぱりですね、アイスゴーレムとかが来ちゃうと嫌なんですけども、まあ、出てきた援軍っていうのが、小粒系の、スーパーウィザード、あ、じゃあスーパーガーゴイルと、ストライカーだったかな、まあ、ちょっとちらっとしか見えませんでしたけども。まあ、でしたんで、何の問題もなくですね、スパービスで壊していけたというところですね。
あとこうなってくるともうあのドラゴンたちの破壊力でドバドバドバッと一気に、全体をこう投げ倒して前回まで持っていけちゃうので、うーん、やっぱり、まあ、どっちを使うかっていうのは難しいとこですよね。まあ、今回のこのミダゴグさんが攻めた村だと、ですね、ちょっとね、ここに落としたじゃないですか。で、こっちとこっちにこうスパミズが、呪文をこう放ち分けてたんですけども、まあ、もう一回ですね、これ、村を見てもらうとわかるんですが、これ多分ね、茜式やっちゃうとちょっと難しいかもわかんないですね。もしかすると。っていうのは、幅が広いんですよ、ここ。ここにボーンって落とした場合、まあ、いけるかな、全然いけるな、いけるいける。赤にしても全然いけますね、こういう風に多分。だから今回のケースで言えば、まあ別にあえて無理に、まあスパビズやんなくても赤にしてもいけたかもしれないかな。エアスイーパーどうだろう。あ、エアスイーパー効いてるか。エアスイーパーやっぱここに一応効いてるんで、同じところを壊そうと思うと、この辺の、クロスボウなんかはもしかすると、エアスイーパーに吹き戻されちゃって、ちょっとですね、バルーンが処理しきれなかったってことがあったかもしれないですね。まあ、って言っても今の、スパビズも処理がしきれなかったんで、まあ、そこら辺はどっこいどっこい同じようなもんかもしれないですけどね。また呪文の枠が1個少なくて済むっていうのは大きいかな。茜式の場合はですね。はい、というところでもう1個ですね、見てみたいのは、これですね、光一さんのアタック見ていきたいんですけども、これね、スパビズの怖さっていうのがね、これで見てもらえると思います。タウンホールをさっきね、壊すことができるのが、まあ、突撃機関スパビズの強みですよって言いましたよね。なんですけども、こういうことが起こっちゃうんですね。これ、ここに隙間がちょっと空いてるじゃないですか。これ完璧にね、スパビズを出し、いいところに落としたはずなんですよ。なんだけども、こんな風に、あれよあれよと変な方向行っちゃうんですね。これ、こんな風に。この辺はもう地獄ですよね、本当に。何もスパビズが仕事してくれてないみたいな感じになっちゃうんで。まあ、でもこっからね、普通のスーラバーに切り替えて前回取っていった光一さんのテクニックたりはもうすげえんですけど、まあ、多分僕ならこの辺で、ね、心が折れてますよね。だいぶ心折れるでしょ、ここで。これタウンホールにさ、今さ、綺麗にね、いいとこに落として、インビジもしっかり決まっていたにもかかわらずよ。インビジこっちにこうかけてたから、タウンホールに行くはずのインビジだったのに、それでもこう、スケトラとかに釣られて変な方向行っちゃうわけだから、まあ難しさがありますよね。まあそういうですね、ワンチャン事故っていうのが、まあ、その技術面的なところで起こりやすいのが、この突撃艦スパビズですね。まあ、高破壊力の代償ってやつですね。これうまいな。相手のそのギガ、インフェルノにしっかりと、フリーズを当てて、ロイちゃん一体でこれを落としていく。このリカバリーうまいですね。いやー素晴らしい。このリカバリーがあったからこそ中心部分の、防衛までこうね、若干ギリギリではあるものの、これで壊していって、バルーンのルーダーが作れたって感じですね。横方向からのバルーンと、縦方向からのバルーンで、サンドイッチみたいにこうね、集結させて最終核まで持っていくっていう効果、感じですね。いや、素晴らしいバルーン回し。よくあんだけさ、あれよね、突撃艦スワイズパートミスって、まあ、これだけ圧倒的にやれるよね。本当にすごいなと思うわし、これは。っていうね、まあ、光一さんの凄さもあるんですけども、まあ、見て欲しかったのは、まあ、この凄さの、裏側で起こっていた、スパビズの大事故のとこですね。あれ。ああいうことがやっぱり起こっちゃうと、よほど上手いプレイヤーでない限り、なかなかですね、こう、立て直すのが難しいっていうのはあると思います。まあ、少なくとも僕は心が折れるって、さっき言った通り、本当折れますよね。はい、ポキって。いい音してた、いい音多分しますよ。いい感じにポキって言うと思う。本当に。まあ、それぐらい、やっぱりですね、不確定要素の多いのがスパビズなんですけども、トルネードトラップさえなければ、しっかりとですね、仕事をしてくれるっていうのが、なんだ、あいつら、茜式のライドラバルーンですので、タウンホールをね、やっぱり相手にするのはちょっと分が悪いんですが、そうでない投石機とか、対空砲とか、であれば、茜式を使ってみるというね、選択肢も全然あるというふうに思うので、まあ、ぜひ、突撃艦、スパビズをやる方はですね、まあ、選択肢の一個として、ここって、タウンホール壊すんじゃないんだったら、茜式でいいんじゃないかなっていうことも考えてみてもらえたりすると、なおさらですね、攻めの幅がちょっと広がって、引き出しが増えるんじゃないかというふうに思いますんで、お試しいただけたら幸いです。はい、というところでですね、本日は、
茜式のですね、お話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。あ、これ参考になったな、面白かったなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル、タウンホール12から14の、対戦の解説動画中心にやっておりますので、これからもですね、幅広いタウンホールでお役に立つ動画を上げていきたいと思ってますので、どうぞご視聴いただきますよろしくお願いいたします。というところで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。